中国がステルス機を丸見えにする最新鋭055型駆逐艦を建造したとの情報が入ってきました。今回はこの情報について見ていきますね。中国も最近近代化されているとはいえ、そんなに高性能スペックを手に入れることが可能でしょうか？中国海軍は1995年、平成7年に勃発した第3次台湾海峡危機において、台湾海峡に展開したアメリカ海軍の艦隊を見て、その圧倒的な能力差を痛感したという。現時点での自分たちの舰艦能力では、アメリカ海軍艦艇を上回る性能を持つ艦艇は作れないと判断。1999年、平成11年からロシアよりソブレメン類級駆逐艦2隻を購入して研究していたらしいです。その頃から始まっていた空母整備計画を念頭に置いて防空能力に優れたミサイル駆逐艦整備計画が計画されました。2010年代半ば頃から荒良義州級と呼ばれる05西井型の経験を得て、その発展型として今アキラ級052型を短期間で17隻を建造しました。そのうち5隻は偽装中です。かつての駆逐艦から見れば、性能が大幅に向上していたものの、中国海軍当局は、技術的には、まだまだアメリカ海軍には及ばないと考えていたそうです。中国海軍は、第二次大戦以降の海外での紛争などについて分析を進め、大型駆逐艦による火力増強に着目し始めていたようです。1982年、昭和57年に起きたイギリスとアルゼンチン間のフォークランド紛争を覚えている方も多いでしょう。軍事力では、イギリスの方が断然有利でした。思いがけないことがあったのです。イギリス海軍の駆逐艦シェフィールドは、排水量4820トンというかなり大型艦艇でしたが、アルゼンチン空軍がフランスから導入していたシュペールエタンダール攻撃機から放たれた空対艦ミサイルエグゾ製 AM-39 たった一発によって沈没してしまったのです。しかも、エグゾセ自体は不発で爆発しなかったのに、ミサイル燃料による大火災が原因で沈んだのでした。このことから、中国は小型艦の脆弱性を問題視するようになったと見られます。当時は、第二次大戦での戦訓から、魚雷や対艦ミサイルにとって、大型水上戦闘艦は大きな目標になるので、それらの攻撃に対して、脆弱でみなされていました。しかし、中国海軍は、逆に、大型化によって、火力増強と生存性向上のメリットがあると判断、ミサイル駆逐艦の大型化を図り、052D 型コンアキラ級よりも、大きな駆逐艦を開発する計画を立てたのでした。こういった流れを受けて登場したのが、055型駆逐艦です。ネームシップである一番艦南明は2017年6月に進水し、2020年1月に就役し、北海艦隊に配属されました。2021年4月までに3番艦までが就役し、現在5隻が建造中ということです。南明の満載排水量は1万3000トンとされ、毎級の 052D コンアキラ級7500トンから倍近くの排水量となってかなり大型化されていることがわかります。アメリカ海軍のミサイル巡洋艦隊コンデロガ級の最新型ベースライン4の満載排水量が1万トンですから、その大きさがわかりますね。イージス駆逐艦 R イバーク級の最新型フライト3が9700トン。海事の最新鋭イージス護衛艦マヤ型の1万250トンと比べても一回り大きいということです。ちなみに、
中国海軍は駆逐艦と公表していますが、アメリカ国防省や国際戦略研究所などでは、兵装や大きさから055型をミサイル巡洋艦としていて、NATO のコードネームでは連配型巡洋艦とされているそうです。駆逐艦としてはアメリカ海軍のステルス駆逐艦ズムウォルト級に次ぐ世界最新型ですが、ズムウォルト級が建造費の高騰から3隻で建造計画が中止されているので、量産型としてはまさに世界最新鋭ということになります。さらに南アキラの全長 182.6m に対して今アキラ級が 156m ですから、ここでもかなり大型化されています。全幅 20.9m、 QC280 がスタービンを4機組み合わせた護学方式機関によって30ノット以上のスピードが出せるとされています。055型のコンセプトは中国版イージス艦で、最新のレーダーシステムを駆使し、これからの空母打撃群での艦隊防御の中心的存在となるものと思われます。先日の南シナ海での空母遼寧を中心とした訓練では、艦隊の一員として南アキラが参加していたことが確認されているのです。これまでの中国海軍艦艇は沿岸での戦闘を想定した設計でしたが、055型の航続距離は約5000海里とされていて、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級は4400海里、外洋への進出が可能となっている事実からも、空母と一緒の行動を目的としていることが裏付けられているのです。南アキラに搭載されているアクティブフェイズドアレイレーダーは、052D 型に搭載されている364B 型よりもアンテナ面積が拡大されたもので、探知距離が 60% も伸びているとみなされています。アメリカ海軍によると、AN/SPY-6 より優れている可能性があると推測されているとのことです。また、中国海軍初の試みとして、低空警戒、対水上捜索用の ASA レーダーも装備されており、アクティブフェイズドアレイレーダーを保管するものとして、統合的に運用されることはもちろん、その他にも、ステルス機への対策として、極超短波レーダーも搭載されているといいます。さらには、ソナー性能の向上による対潜哨戒能力の向上、地上レーダー網などとのデータ連携能力や艦隊防空識艦性にも優れていると言われ、艦隊機関としての機能も備えていると見られます。しかし、この055型の最大の目の付けどころは、112セルもある VLS、ミサイル主直発射装置でしょう。艦隊全部に64セル、後部に48セルありますが、いずれにも、対空ミサイル、長距離射程の HHQ-9B と中距離射程の HHQ-9B どちらも搭載可能。対艦ミサイル、YJ-18、対地巡航ミサイル、CJ-10、対潜ミサイル、YU-8、が搭載可能とされています。これは、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級と、海自のマヤ型の96セルを上回る数です。さらに、これ以外にも、近接防空用の対空ミサイル、HHQ-10 が発射できる24連装発射機を後部構造物上に装備しており、防空イージス艦としては、世界一の兵装と言えましょう。このように、近年の中国海軍は、中国本国近海であれば、強大なアメリカ海軍に、互角に戦える力を整えつつあります。つまり、大きな脅威になりつつあるのです。しかし、中国空母の主力艦載機は、ロシアのスホ、B-33 をコピーした J-15 です。この機体は、一応第4世代に分類されてはいますが、
国際的な評価は低く、製造元のロシアでさえ、スホ、33と同等の性能を持つとは言えないと低評価です。それだけではなく、空母遼寧の発艦方式がスキージャンプ方式なので、その能力の割に搭載できるミサイルが大幅に制限されてしまうというのです。宝の持ち腐れとでも表現すべきでしょうか。また、中国海軍は実戦経験が乏しいので、世界各地で実戦経験を積み、豊富なアメリカ海軍とは大きな差があるのです。中国は世界中をハッキングで得た情報を使って、艦艇や航空機など兵器の近代化を図ってきたと言われます。しかし、果たして実戦ではどれほどその能力を発揮できるかは未知数ですし、脅威と噂されている空母キラーなどの弾道ミサイルも実際に発射してみなければ使い物になるかどうかはわからないのです。とはいえ、ここ十数年間で曲がりなりにもアメリカ海軍並みの空母打撃群を編成できるほどの急発展を見せ、日本を上回る経済力と人口を背景に持つ中国軍が脅威であることは間違いないでしょう。自衛隊、特に海上、航空自衛隊は、彼らに対抗するための戦略、戦術、兵器を常に備えておく必要があると声高に騒がれるのも、無べなるかなとも感じられます。